巻き巻き巻きチャンネル。皆さんこんにちは、巻きチャンネルの巻きです。このピアノに買い替えて10ヶ月ぐらいが経ったんですけども、今の電子ピアノは本当にすごいんですよ。だから電子ピアノのすごさも伝えたいんで、今日はピアノの選び方についてアドバイスしたいなと思います。何のピアノを買うのかっていうのは、例えば予算であったり使う目的、あと使う場所によって変わってきます。そもそもピアノの種類の話なんですけども、音楽室に置いてあるようなグランドピアノであったり、それを直立型にした縦に長いアップライトピアノっていうものであったり、あとはこの電気で動く電子ピアノであったりキーボードっていうのがあります。価格順で言うと一概には言えないんですけども、グランドピアノが一番高くって、その次にアップライトピアノ、電子ピアノ、キーボードの順番です。だから安いのがいいっていう方はキーボードがいいとは思うんですけども、あのクラシック音楽をしたいって思ってる方とか、あとはグランドピアノに触る予定のある方はキーボードは私はおすすめできないです。なんでかっていうと、まず鍵盤が違うんですね。電子ピアノっていうのはグランドピアノを模して作ったものなんですけども、キーボードっていうのはロックとかポピュラー音楽向けに作られている楽器なので、例えばパーカッションの音を出しながら演奏できるとか、大きいスピーカーをつけることができたりとか、いろんな音色を出すことができたりとか、いろんな機能はあるんですけども、鍵盤の重さも全然違います。そして中にはこの鍵盤の数がグランドピアノは88件あるんですけども、例えば61件とか76件とか、その88件ないものも結構あるんですね。クラシック音楽をするんであれば絶対88件のピアノは買ってほしいです。じゃあ次に、価格はいいからグランドとかアップライトピアノか電子ピアノかどっちかで迷ってるっていう方、それはどこで使うのか、どれぐらいしたいのかによって決めてください。グランドピアノとかアップライトピアノっていうのは中に弦が入ってるんですけども、それを鍵盤を押すことによって中にその鍵盤につながっているハンマーがその弦を叩くことによって音が鳴ってるんですね。なので例えばヘッドホンをつけて音を調節したりとか、そんなことが全くできないです。アップライトピアノにはあの音を小さくする機能とかもついてるんですけども、まあ知れてます。ピアノの演奏を職業にしたい方とか目指している方にとっては、グランドピアノとかアップライトピアノっていうのがあると本物の感覚が養われるし、変な癖がつきにくいので、まああればいいとは思うんですけども、マンションに住んでいたり夜も練習したいっていう方は避けた方がいいと思います。それに最近の電子ピアノって本当にすごくって、この電子ピアノに買い替える前のピアノっていうのは20年ぐらい前の電子ピアノやったんですけども、この電子ピアノはもう鍵盤の感覚もそうですし、ペダルの感覚も本当に本物に近いです。電子ピアノのメーカーやスペックによって鍵盤のタッチ感であったり音色が違うので、全部の電子ピアノを私はおすすめしますとは言えないんですけども、ざっくり私の感覚では10万円ぐらい払えば、まあ、そこそこの電子ピアノものは買えるんじゃないかなと思います。ちなみに、まあ、これはあのローランドの電子ピアノなんですけども、私がコスパ最強やなって思う電子ピアノはカシオのプレビアっていうシリーズの電子ピアノです。安くそこそこのものを買いたいなっていうのであれば、私はそれをおすすめします。あまり喋りすぎると長くなるんで、今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。この動画を見て気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録もお願いします。バイバイ。